こんにちは、ゲームエイトのケイドラです。本日はアビリティとか友情コンボなどの、細かい数字とか倍率をまとめて皆さんに紹介したいと思います。例えばね、超アンチダメージ王の倍率とか発動条件とか超アンチワーブの倍率とかね、あと攻撃力アップの友情コンボとか、その辺の話をまとめたんで、クエストに多分役立つと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。豆知識パート7ということでやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、まず種類としては攻撃力アップ系、次に防御力アップ系、その次はスピードアップ系、最後に回復系という風に4つに分けております。で、それぞれの話をする前にあらかじめちょっと話しておきたいのが、余ダメージや非ダメージの話が出てくるんで、その辺を話していこうと思います。では初めに、そもそも属性倍率とはですね、有利属性不利属性あるんですけども、有利だったら余ダメージが 1.33 倍、非ダメージが 0.66 倍になります。ちなみに弱点倍率は3倍となっているんで、有利属性を攻撃すると 1.33 倍×3 の約4倍ダメージになります。 3.99 ですね、 3.99 なんで約4倍ダメージとなります。でも、実際このダメージ 1.33 倍上がるとは、実際どんぐらい上がっとんねんっていう話ですね。これを話すと、計算しましょう。攻撃力はゲージ込みで3万だったキャラが 1.33 倍になるので39,900 になります。9,900 上がってるんですよね、通常より。で、攻撃力3万超えなら普通に同族回帰とゲルの3倍以上の効果、恩恵があります。仮に2万だった場合は2万 ×1.33 倍の26,600ということで、これも特エルより全然上がってるんで、基本的には大きくダメージが増えます。これが仮に属性倍率アップしてる爆裂だったら約 1.5 倍と 0.5 倍っていう風に変わってくるので、さらに与えるダメージも非ダメージも減りますという話ですね。はい、で次、余ダメージなんですけども、余ダメージも計算しましょう。 0.66 倍って一体どんなもんやねんっていう話をしますと、例えば22回のバハムト X の初回攻撃ってめちゃくちゃ痛いじゃないですか。あれ、貴属性じゃなかったら10万ダメージ受けるんですよ。でも貴属性6体でいくと、怒らせなかったら6万6000に抑えられます。だから10万×0.66 でダメージ分3万4000分抑えましたっていうところですね。だから 0.66 倍という風になってるんで、結構でかくないですかこれ。数字にすると分かるんですけど、3万4000ダメージを抑えられてるんで、かなりこの属性倍率っていうのは大事になってきます。はい、今後その話をしていくのでよろしくお願いします。ではまず攻撃力アップ系の話をしていきましょう。1つ目、剣の倍率ですね。通常のクエストだったら剣の倍率は 1.5 倍です。で、継続ターンは次のターンまで、基本的なクエストですね。なんかシャンバラとか特殊なクエストだったら、剣の倍率さらに上がってるとかあるんですけども、基本的にその辺にポンと湧く剣は 1.5 倍ダメージ増えます。3万ダメージが4万5000になりますというところですね。次、攻撃力アップの友情コンボの話をします。これは 1.14 倍になります。約なんですけどね。計算すると3万の攻撃力なら3万4200となります。通常より4万2000増えてるんで、同族回帰よりも恩恵があります。で、持続ターンは1ターンなんで、触れたターンだけですね。攻撃力ダウンとか上書きできるんで、その辺はいいんですけども、現状、副友情で持っているキャラはいないんですよ。重心格封印とかジャンヌダルクは、重心以下なんで、主友情扱いになります。なので、副友情の倍率はちょっとまだわからないんですけども、パワー型とか砲撃型の関係はないので、パワー型についてる方が、できればいいよなっていう話ですね。で、砲撃型についてるともったいないよねっていう話になります。じゃあ次は、キラーの倍率話します。キラーは 1.5 倍、キラー M 2.0 倍、キラー L 2.5 倍、キラー EL 3.0 倍という風になっております。これはよくある話なんですけども、ちょっと応用するのがダブルキラーですね。例えば魔族キラーとカウンターキラー持っておりました。こういう場合は 1.5 と 1.5 重なるか3倍じゃないのっていう話がたまにあるんですけども、違います。1.5×1.5 するので 2.25 倍になります。2.25 倍といってもかなり上がるんですよね。3万だったら6万7500になるんですけども、かなり強力です。で、これが仮に弁財天だった場合、弁財天は弓属性キラーとカウンターキラーを持っております。で、さっきの 1.5倍×1.5倍×、そこに、先ほど話した属性倍率 1.33 倍がかかってくるんで、これを計算すると 2.9925 倍になります。約3倍ですね。なので、キラー EL とほぼ同じ威力を闇属性のカウンターキラー発動したキャラに対しては出ます。これ友情コンボにも乗ってくるんで、弁財天はかなり強いっていう話ですよね。で、マインスイーバーの倍率、マインスイーバー M、L、EL あるんですけども、これはさっきのキラーと同じ倍率なので割愛されていただきます。次、超アンチダメージオールの倍率です。発動条件も言いますと、ダメージオールに一回触れないといけません。
触れると攻撃力 1.3 倍になります。こっちは 1.33 倍じゃないのでお間違いなく、まあ、3万だったら3万9000になりますよという話ですね。で、1回壁に触れるだけで OK なんで、壁ドンとは違って触れるほど攻撃力アップするんじゃなくて1回壁に触れた時だけです。まあそのターンだけアップしますよっていう話ですね。次、超アンチワープの倍率を話します。ワープ1個につき攻撃力の 5% アップします。なので、仮にワープが10個あったら 1.5 倍ですね。攻撃力が 1.5 倍になります。3万だったら4万5000になりますという話です。で、まあ、発動条件は、ワープに触れる必要なくて、ステージ上にワープがあれば OK なんで、まあ、超アンチダメージ量との違いは触れなくても OK っていうところですね。次、魔法陣ブーストの倍率です。魔法陣ブースト、この鶏時は、攻撃力 1.5 倍になります。まあ、かなり強力ですね。もちろん友情コンボにもこの倍率乗ってくるんで、かなり強力になるんですけども、SS は発動できませんっていうところです。次、底力の倍率。底力は HP50% 未満で攻撃力 1.5 倍になります。最近だったらアヌの神化とかね、底力 M とかあるんですけども、そっちはさっきのキラの倍率と同様で、まあ2倍とかいう風になっております。底力の発動条件のちょっと注意点が、動いてる時に、ハート取っちゃって HP が 50% 以上になったら底力なくなっちゃうんですよ。なので、そこの使用は若干気をつけてくださいっていうところです。はい。攻撃力アップ系はこれで終わります。次、防御力アップ系の話をします。これさっきのヒダメージと関係してきます。はい。で、まず、耐性の倍率話します。耐性は 25% ダメージをカットします。なので、1万ダメージ受ける場合だったら 0.75 倍の7500に抑えられます。で、仮に有利属性だった場合、こっちが有利だった場合は、有利属性であるために 0.66 倍かける、さっきの 25% カット、0.75 かけると0.495 倍。なので約 50% 軽減できます。1万ダメージだったら5000ダメージですね。で、これが仮に爆絶だった場合は、属性倍率アップしてるんで、ヒダメージが 0.5 倍かける0.75倍。なので、0.375 倍になります。例えば、アルカディアの火柱が6万ダメージ食らうんですけども、通常ならばね。でも、あれは、原属性だったら3万に抑えられます。で、仮に、耐性持ってるアテナだったら22,500に抑えられる計算となります。次、耐性プラスケアヘリの倍率。これが結構、まあ、間違いがちな方多いですけども、まあ、25%。耐性なんですけども、気が減りとくれだったらそっちも 25% じゃないですか。これ間違いがちなんですけども、耐性 25% カットと気が減り 25% カット合わさって 50% カットじゃないのっていう話がたまにあるんですけども、これしっかりかけないといけない、足してはいけない、かけないといけないので 0.75 かける0.75 イコール 0.5625% になります。約 56%に抑えられることができるんで、まあ、1万ダメージだった場合は5625になります。なので、半分じゃないんですよね。若干、恩恵が少ないですけども、まあ、全然かなり、ヒダメージカットできるんで、僕はお勧めします。この耐性プラス、ケアヒですね。で、これが仮に有利属性の耐性が働くと、0.66×0.75×0.75 イコール、0.37125 倍になります。1万ダメージを約3713に抑えられるんですよね。37% カットです。かなりでかいですよね。まあ、これをまあ利用すると、かなりヒダメージを抑えられるんで、おすすめしております。まあ、そんな感じでかなりヒダメージを抑えられることができるんで、耐性プラス、ケアヒは目に見えない強さを持っております。ただ注意点があって、この耐性に関しては、無属性の攻撃は耐性扱いされないんですよ。例えば、シュロ爆発とかメテオとか、ああいうのは無属性の攻撃になるんで、耐性を持ってるとはいえど、ヒダメージを軽減できません。ただし、気が減りだった場合は、これも全てカットできるんで、まあ、そこの恩恵はでかいかなというふうに思います。では次、防御アップの友情コンボの話をしていこうと思います。防御アップの友情コンボは 25% ダメージカットします。で、継続ターンは3ターン。次、自分が動くターンに継続が消えます。で、これ、またさっきの計算にかけちゃうと、0.66×0.75×0.75×0.75 イコール、まあ、0.278437、まあ、約 0.28 ですね。28% カットできます。全部合わさるとね。はい。まあ、かなり1万ダメージを2784くらいに抑えられるんで、かなり優秀ですよね。いろいろ合わさるとすごいことになります。ちなみに、副友情コンボの防御力アップあるんですけども、これは 4% カットなんですよ。かなり恩恵小さくて4% しかカットできないんで、しかも継続ターン2ターンとなっております。だから、まあ、私有者で持ってるキャラの方が強いわっていう話ですね。で、これはさっきの攻撃アップと一緒で、パワー型、砲撃型は関係ないので、まあ、パワー型についている方がいい
泳ぎ方についてるともったいないよねっていう話になります。次、バリアの話をします。まあ、バリア自体を持ってるキャラは現状マナちゃんと背徳ピストルズとルシファーですね。はい、この仕様としてはそのキャラの最大 HP 約 33% がバリアの耐久力になっております。まあ、例えばマナちゃんだったら 22,407 あるので、まあ、33% の 7,395 でいいのかなっていう数字が耐久力になっております。で、ちなみにこの耐久力はキガヘリとかでバリア自体の耐久力もカットできるんで、キガヘリでバリアのヒダメージを軽減できます。ラックスキルのシールドが発動した時に、まあ、かなり大きいダメージ受けたけどバリア壊れなかったよっていう話多分聞いたことあると思うんですけども、まあ、それはこれが関係しております。ちなみにこれさっきの話なんですけども、最大 HP 約 33% の耐久力となってるんで、同族加盟とかでバリア自体の耐久力アップできるんですけども、恩恵がでかいのはケガヘリの方になっております。で、これ昔のバリアの仕様とは違って、今はステージごとにバリアを張り直してるんですよ。昔は実は張り直してなかった。だからダメージ蓄積されたままステージ行くんで、前のステージで5000受けれて次のステージ行った時に3000受けたらすぐ壊れちゃうっていうことあったんですけど、今はそんなことなくて毎ステージごとに張り直してるので、そこのご理解だけお願いします。では次、スピードアップ系の話をします。で、先に言っておくと、スピードアップ系はこれ、まあ、体感で測ってるものとか